トマベ知識認定コーチの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん、グローバル人材養成塾、加藤春一さんの本です。加藤春一さんはですね、上智大学卒で、昔の日商祝い、今の双日ですね、で長年勤務されて、その後東京エグゼクティブサーチ株式会社に入社ということで、まあ、あのテスコっていう人材紹介会社をなさっている、まあ、そういった見識で書かれている本です。まあ、双日の海外駐在経験とかも豊富でいらっしゃるんで、ごもっともなんですけど、すっごい読みにくかった本です。人に読みなさいって言われない限り読まない類の本でした。日本人のグローバル人材と日本在住の、まあ、あの外国の方のグローバル人材と両方すごく具体的に紹介しちゃって、まあ面白かったです。面白かったっていうか、あのよくわかります。であと、あのグローバル人材に求められるスキルってどういうことかっていうのが、あの詳細に書かれてて、それはすごく参考になります。若い方これ読むと、なんかすいません、あの年寄り発言で、でもこれ若い方読むと、あ、こういう風な思考でスキルを身につけていけばいいんだっていうのがとてもよくわかるので、ぜひ学生さんとかにおすすめします。ただし読みにくいです。でも一つ一つのこのスキル身につけていくのって、私正直なところ、普通の、まあ、子供とか、まあ、大半の大人にとってですね、スーパーマンみたいなこと要求されてるなっていうのが正直な感想ですよ。なんというか、体力も知力も身につけなきゃっていうことで、やることちょっと多いような気がします。あと、あの最後に100のリストってついてるんですけど、ちょっと旧態依然、つまりあの古っちい考え方のような気がコーチとしてはしますけど、日本の国際交流について、あの歴史を非常に、まあ、たくさん書いてあって、よくまとまってる本だと思います。グローバルってなんだろうっていうことで、他の国がどういったことを取り組んでいるかっていうことを知りたい方には、一冊で分かって非常におすすめさせていただける本でした。